食べられましたので。よし、素材を見つけたぞ。
ド派手に行くかい？熱いぜ、こいつはよ！ ド派手に行くかい？ 派手に行こうぜ！なあ！ ほら！ その身で味わいな！ ほら！ ほら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 ！ 一枚な！
りはきっちり返すぜ。これで大丈夫だ。下がりなさい。自分でやる。熱いぜ、こいつはよ。油断した。徹底的にやってやるぞ。やっ、そこ、やっ、決める。もらった。思ったよりきついわ。お願いするわ。よし、頑張るぞ。これを。ありがとう、助かったよ。私が出るのね。こいつはよ。
使ってくれ。借りはきっちり返すぜ。しゃあねえな。ひどい目にあったな。次は気をつけるようにしないと。さて、どれにする？どれくらい休もう？どれくらい休もう？今期みんな揃ってるわね。私たちが仕事を始め、最初の頃はどうなるかと思ったけど、ほらそこ干渉に浸ってるんじゃ。今日は支部長からの呼び出しもあるし、早め。前はそういうのは。さてこれぐらいはできて当然。むしろ欲張ってやろうとした他、まあそのあたりはもっと計画的にやるべ。それでもちゃんと達成できてるだけ偉い。さてと、私とエスカちゃんとロジー君が代表し、了解し、わかります。一体どんな人たちが来るんでしょうね。本当に来てる。君たちはよくやってくれた。 しかしマリオン君が班長となり、新しく生まれ変わった君たちはよくやった。あの支部長、中央による未踏遺跡の、いや、あのじゃあ来ない。
嘘でしょ。今朝伝令が届いた。私も今朝知ったんだ。じゃあせっかく見どうするんですか支部長。開発調査隊が来ないってことは。来ないものは仕方ないですよ。簡単に言ってくれるけどね。1年間のよっちゃそれ。いや、こうなったのも私の責任。え、本年度の開発班の目標は建前に決まっているだろう。もともと達成できないことも考慮の上だ。確かにそうですけど。達成できなかったら開発班の評価も下がっちゃうんじゃ。そういったことがないように取り計ろう。よってその実績を踏まえた上での措置だ。その特殊会計の。ああ、ソウルには急ぎで対応するように。はあ、すまない。わかりました。今年。なあ、たまったく。まあまあ、私たちが水戸遺跡のちょ。それは。それに私。確かに性能。本当に水戸遺跡。材料、何にしよう。